めめめめ名盤鏡塾。びっくりした。うん。ジングル的なね、オープニングジングル、はいはいはい、あの誰も作らないなら俺が作るみたいな、その心意気だよね。俺がやる。俺が誰もやらないなら俺がやる、うん、はい、というわけで今日は第6回扱うのは何でしょうか。今日は NWA のストレートアウトコンプトン、ストレートアウトコンプトンです。うわ、今すごい発音が。いや、今ちょっとふざけてました。あ、そうですか。はい、ということで、ストレートアウトコンプトン、NWA のセカンド、セカンドに当たるけど、ただグループとしてのアルバムは実質的にはファースト。なるほどなるほど。そうだよね。何年だこれは。88年です。88年、ついに出てしまいました。そう、88年っていうと LA は、まあ、アイスティーが結構あカラーズいけてた時代。映画カラーズ公開の翌年ぐらいかな、はい、まあ、ある意味世界に向けて、LA のギャングスターみたいなのをこしらしめた映画ですよね、うん、カラーズ、ね、だからメジャーリリース的にはアイスティーのパワーなんかが結構いけてたんでね、うん、パワー、うん、はい、そうですね、ハイローラーとか ね、はいはい、まあ、メジャーで初めてデビューした、まあ、ギャングスターラッパーっていう位置づけですよね、うん、LA のヒップホップがそういう風にちょっと目が出始めたっていうのが、そもそもニューヨークから、はい、あのズールネーションのアフリカイスラムが、はいはい、中心人物が来たからっていう、まあ、伝道してな、アイスティーもニュージャージー出身なんでね。そうですね、あとそういう感じが多いんだよな、ほら、うん、だってトゥーパックがさ、そのカリフォルニアに行った時に MC ニューヨークだったわけじゃないですか、そうっていうぐらいさ、だからやっぱりそのニューヨークにでヒップホップを知った人たちが、うん、こう地方に散らばって、うん、その本当のヒップホップを伝える、まあ、伝えるっていうような人はこう各地方でいろいろいたんでしょうね、はい、なるほどね。で、うん、LA に関してはそれはアフリカ人だったっていう、どういうふうにですか、もうまだまだ80年代後半ぐらいは LA にとっては黎明期だったと、中盤ぐらいは。そうですね、なるほどね。当時の LA のシーンの、まあ、代表的なグループの一つとしていたのがワールドクラスリッキング。当時のメンバーの中にはドレイもいたし、あと DJ ゲラっていうのも、後にね、ゲラ先生は、ゲラ先生ここでしゃがんでね、ですね、はい、その2人がいたグループで、そのワールドレッキングクルー、ワールドクラスレッキングクルーっていうのもともとある男がロンゾっていう、ロンゾ・ウィリアムスってやつがクラブを経営してて、はいはい、そこでその DJ をやりながら、いわゆる DJ チームみたいな感じでやってて、はいはい、で、まあ、ドレイが曲作れるから、うんうん、こいつを使ってプロダクションやらせて、はいはい、そのレコード出そうっていうことを思いついた、はい、で、ワールドクラスレッキングクルーができた、はい、で、まあ、それでね、どれもあの素行がそんな良くなくて、うん、まあ、俺と一緒だよ、あの注射素行がっつっても、だからその乱暴者とかっていうよりは、あの、うん、ちっちゃな違反とかが溜まってくる、あの、めんどくさがり屋なんじゃない。そう、何度も留置場出たり入ったりするために、そのボスのロンゾが、あの保釈金しょうがねえなって出してたんだけど、あまりにも、もう目に余るから、うん、ロンゾさん、またちょっとマナジョットあれして、お前この間出してったばっかだろうと、そう今度はちょっと入っとけやみたいな感じで、うん、感じで払わなかったの時、うん、ロンゾが、そうです、はい、そしたら、あの、まあ、EGE が、 EGE とは？ EGE っていうのはエリック・ライトってやつなんだけど、あの EGE は当時はもう結構バリバリ の、 あのドラッグディーラーで、ただまだ20代前半とかですよ、うん、なんだけど、もうその頃から22、23ですよね、その頃はもう、あの、先が見えてると、このままハスリングをしていても、はいはい、まあ、だからもっと違う形で年取ってまでやる状態じゃねえと、もう今もう稼いだ金で何か新しいビジネスをやりたいと思っていたところ、うん、ちょうどどれが知り合いでもあった、そうそう、うん、パクられてで、ロンズがさっき言ったようにお給数を得るって言うんで、保釈金払ってくんないと、そうそうそう、しょうがねえから、この間知り合った小金持ってるドラッグディーラーに連絡してみっかと、イージーに電話してみようかな、あいつをおもろいこと言ってたし、うん、で、イージーちょっと金出してくれよって泣きついたわけですよね、はい、で、そこで、まあ、イージーが助けが必要だって出ましたね。で、イージーは、あの、まあ、出すけど、その代わり、俺の作るレーベルに来て、あの、このレーベルのプロデューサーになれよと。うんうんうん、で、ドレイは、まあ、当時あんま深く考え、とりあえず見なかっただろうし、あとその、曲作りゃよかったよ、ね。あ、はいはいはい、あとその、あとワールドクラスレッキングクルーでの待遇が悪くて、もうどっちにしろやめたいと思ってる、うん。お金払い悪いし、あとその、おまけにその多分保釈払ってくれないと。あの、そう、やじ、チキシャーみたいな。あの、その、さっき言った通り、その、エレクトロあり、ちょっとバラードありみたいな、ちょっとその、コスチュームあり、グループ、ね、端的に音楽性にもなってなかった。そうなんです、うんうん、あの、クリエイティブ的にも不満があって、で、本当にそれこそ、その頃はもうランディ MC とかがぐいぐい来てる時で、そういうものが、あの、自分もやりたいっていうのがあった時だっただけに、もう、まあ、利害が一致して。俺はさ、その後見ても分かるように、割と影響を受けやすいじゃない。
なるほどね、うん、はいはい、トレンドをね、トレンドをすごい察知しますからね、そうそうそう、はい、うん、それでまああのー、そのルースレスレコードっていう、はい、まあ、NWA、はい、のうちに NWA を送り出すギャングスタラップの、はい、ギャングスタラップパイオニア的な レーベルができるわけですよね、うんうん、なるほど。でそんな過程で、しかし飛んだダメ人間たちが集まったレベルですね、これね。そうですね、まあでもその後ダメ人間じゃない人も入ってくるからね、はいはい、そうそう、行かれる、はいはい、で、まあその NWA が結成されたきっかけで、はい、まあ、僕言っちゃいますけど、うん、どういう感じだったかというと、まあさっきも言った通り EGE は自分がラッパーになるつもりはもともとなくて、うん、あと、まあ、レベルオーナーでね、トレーニングやったこともない、グループを組むつもりも全くなかったわけですよ、はい、で、うん、とりあえずなんかでもレコード出して売ろうよっていう話になってどうしようかってなった時に、ドレーが連れてきたのがなぜかそのニューヨークの HBO っていう、まあよくわからない、はい、今でも誰も知らないようなグループがニューヨークにいて、はいはい、そいつらを連れてきて、でこいつらに曲作らせようって言って、それのゴーストライターとしてリリックを書かせたのがアイスキューブなんですね。あ、なるほどね。でもそれはアイスキューブはもともとそのサージンクスと つるんでて、サージンクスっていうのはクリミナルズ・イン・アクションっていうグループをやってたんだよ、うん、CIA っていう、はいはいはい、でそっからイジーが引き抜いてとか、まあ、そのソングライターとして雇い始めて、はい、それはじゃあもうその時点で CIA の時点でキューブの才能は目に見えてたのかな、やっぱね。そうですね、まあそんなこんなでこうまあ才能をどれも見出していたんですね、当時から。でボーイズ・イン・ザ・フッドはもう個人で自分のために書いた曲だったんでしょ。高校生ぐらいの時に、うん、その書いてたリリックがあって、はい、でそのリリックをその HBO ってやつらにラップさせようとしたらしいんですよ、ね、はい、自分じゃやる気なかったね、アイスキューブ。そうそうそうです、まあ、まあ古いやつだし、なんか CIA のリリックがちゃんとあるんじゃない、でそれで渡したらいいものの、この HBO っていうグループはニューヨークのグループだったために、はいはい、この曲はちょっともう西海岸っぽすぎるから俺らやんねえみたいな感じで、やりたくねえよこんな曲。 LA まで来てスタジオの時間も取って、でわざわざ LA に来てるのに、はい、なんか出てっちゃったらしいんですよ、スタジオを。なるほど、どうしようかってなった時に、じゃあイージーお前ちょっとラップしてみろよこのリリックでって、で生まれたのが今コットさんが言ってたボーイズ・イン・ザ・フッド。ボーイズ・ザ・フッドを要するにアイスキューブが書いた歌詞をイージーがラップしてみせたと。そうですね、あ、やれということね、やむを得なく。そうです、やむを得なく、やむを得なくやった。イージー結果にイージーの当時はだから、まあ、トゥーショートも一応、トゥーショートもね、アイスキューブも、うん、CIA に属してたし、はい、どれもまだワールドクラスレッキングクルー完全に抜けたわけじゃないんで、やれるやつお前しかいないじゃんかっていうことでフリーのやつはイージーしかいなかったと、うん、ただイージーは、はい、ラップに関しては全くの素人だった、はい、やったことない、ね、全くやったことがない、はい、だから EG はもう、ま、もうそんなことやりたくないって、はい、結構ごねてたらしいんですがそりゃそうだよ。でもまあまあ、だから奴隷の説得に、うん、まあ、負けてやるしかないよとしたらしいんです、ね、うん、意外とまあいい子してんぜなんつってね、うん、そうそうそう、まあ、だからなんかそういうラップが下手だとしても、うん、なんかちょっとこいつはいけるんじゃないかって思ったんでしょうね、奴隷、うん、ね、ひょっとしたらね、そう、うん、実際いい声してんだからね。ただなんかレコーディングではなんか丸2日かかったらしくて、大変だこれ、本当に1曲2日、うん、本当にひどかったらしい。やっぱり EGE の存在感がストリートでは OK、まあ、とはいえそのリリックはアイスキューブ書いてんだから、そうそうそう、合作ですよ、ね、うん、キャラのその面白みが EGE にあったんじゃない、声と、うん、声ね、うん、甲高くてチビでね、そう、うん、あとこれ EGE 一度会ったことあるんだけど、はい、おい、生前にこれは貴重ですよ、すごい他のラッパーとの違いがあって、はい、いつ会ったかっていうと、ギャビンコンベンションで会ったのね。何年ですか。やったの、93くらい、はあはあ、もうボーンサングスとかやり始めてる、はいはい、もう晩年なんだけど、はいはいはい、いろんなラッパーがいて、俺はその話しかけるきっかけとして、日本にいつ来るのみたいなきっかけ、話をこうあったらみんなにしてたのね。で、行ったことあるよ、大吉に来てよ、呼んでくれれば行くぜとかさ、なぜなんて、そうなんだ、みんな俺のこと知ってんだなんて感じでさ、言ってたのね。EGE に、いつ日本来るのって聞いたら、お前らが来いって言われたね。お前ら全員来いって。なるほどね。びっくりして。